十和田市の郊外の農家ですね。ビニールハウスですね。あ、なんか様子が変だね。おー、見てください、べちょっと潰れてますね。これがですね、この春2月の大雪でですね、ハウスが潰れてしまいました。上から、普通は上からの雪の重みで潰れるんですけど、今回はこの横に積もった雪がですね、さらに濡れてですね、横から押した押したっていう感じですね。これ非常に稀なことですね。屋根の雪は落ちたんですけども、横に溜まった雪がこうさらにこう押し倒したという感じで、こんな状況ですね。中へ入ってみましょうか。はい、はい、しゃがんで中から外を見ましょう。おお、私今しゃがんでますけどね、こういう感じですね。今立ちました。入り口はこうですね。外見えますか。こんな感じでですね、大変な状況です。これは2棟建て直すのに100万円だそうですね。雪ですね、こう雪がびっちりだったんですね。で、こっちの棟は、これは上からですね、ビシッと潰れてますね、背骨が。いやいや、こんな感じです。救済が待たれますね。